では早速ね、この、師匠の3分の1の作品ですよね。で、これね、書いてあるように、サンバ、旧居堂のサンバ、みんな持ってらっしゃる？私ね、結構あった。こうね、こうでしょ？それから、今これから使うのでしょ？もう一個あったの。結構、多分ね、どれかは、これかな？多分ね、目白時代にいただいたんじゃないかなと思うんだけど。まあまあ、たくさんあります。で、大きさもね、いろいろあるみたいなのでね。皆さんもお持ちだったら、それ使われたらどうかな。で、サンバじゃなくても、ちょっと硬い筆ね。この作品を、作風は、硬いお筆じゃないとなかなか出ないんじゃないかな。この素朴な線がね。で、今回はね、このひらがなのところの、このなーりーのこの中の空間っていうのがね、大切じゃないかなと思うんですよね。まあ、ちょっと最初書いてみて、それからいつものように説明するかな。こう置いて、それで、そう、あとね、ズーム稽古っていうのをね、始めたので、その、なんだ、ギガの問題で、いろいろ新しい器具があるので、途中で変になったらごめんね。ここでいい？じゃあ書いていこうかな。これじゃない、こっち使おう。3番の中使おう。このカサカサって音がいいよね。秋って感じがする。お。この点大切だよね。で、同じ筆で書くね。ちょっと上がいい？これね、ギリギリなの、この大きさが。ちょっと少ないか。2か。ちょっと二重書きしちゃう。墨がもうちょっと欲しかった。で、ここだ。ちょっとこっちに寄せていい？全体見て書く方がいいんだよね。えへ、ちょっと詰まったかな。
ここに、ちょっと画面から外れてるかな。ここに入れたの。はい。で、ちょっと、好き。ちょっとうまく書けたかな。うまくはないけど。今回のさっき言いたいところはここなんだよね。ひらがなって、書道展なんかに行くと、結構ね、漢字メインの、漢字を、こう、見せ場にして作品を作ってるっていうの多いんだけれども、このひらがなを見せ場にするというか、ひらがなをどうしたら見せ場にできるか、かな？それはね、私はね、空間だと思うんだよね。漢字っていうのは、漢字っていうのは線で勝負するような感じがするの。まあそれは空間もあるよ、だけど線でね。でもひらがなっていうのは、線と線とでできた空間で勝負ができるような感じがするんだよね。だからすごく広がりのある空間を作ってみたり、まとめてみたりっていうのが漢字よりもやりやすいんじゃないかなと思うの。で、特にね、ここのね、なりというところは、ここのところの広がりを表現すると、すごく余裕があるような画面が作れると思うんだよね。ちょっと想像してみて、また書いてみたらいいけど、ここね、キュッと普通のなっていうか、もうちょっとここが詰まってるなを書いたらね、全体が、なんかポッキーみたいな感じ硬い感じがするような感じが私はするんだけどね。で、さっき書いてる時だから、あえてこの点を後に書いた。私文書を書くときに、よくっていうかな、出順をちょっと変えたりして、気分を変えたり、リズムを変えたりするっていうやり方、よくされますよね、先生方。だからね、さっき、こう書いて、こう書いたら、点を書いてから書くんだけれども、あえてこっちを書いてから、点はここでもいいし、あらここでもいいし、あらここでもいいし、っていうことで、点を打つ位置によって、中の空間が全然変わってくるから、周りに及ぼす影響が全然変わってくるよね。だからこのなの点ってとっても、大切で面白いし、いいと思うんだよね。だから皆さんももっといろんなところに自分のいいなと思う空間のところに点を入れていただきたいなと思うんでね。それからその下の理というところ。理というところをこっちに持ってきてもいいし、例えばこっちに持ってくるとこっちへのつながりが出てくるよね。真ん中でもいいし。だから、なーりというところのひらがなの置き方っていうのを、なんていうかな、見せ場になる。一つの下のね、上の大きな字は見せ場になるけれども、下の小書きの空間の一つの見せ場になるかな。あと、この後の、みーとかいうこの横への展開も、これ、見せ場になるよね。大きく空間切っていくよね。そういうところをちょっと工夫してもらいたいな。で、じゃあいつものようになんかひらがなちょっと説明しようかな。これこうだ。んがいいか。んは初めてじゃないかな。んっていうのは真ん中に線が、中心線があったら、中心線からまあ、斜めに出て、真ん中まで、同じところを通って、書くのが、普通の書写的な感じだよね。これにちょっとアレンジかける。師匠がよくアレンジされるのは、まず後ろ、上から来て、それで、ツンとして、こんな感じ。これを立てる。こんなイメージで、を、表現されることありますよね。あとはどうなんだ？ここはね、基本、書写の場合は揃うんだけれども、それをあえてこういう風にして、だよねって読める、ここをちょっと段をつける。で、やっぱりあんまり曲線っぽくされるっていうよりも、直線が合わさったような感じで、
ツンツン、ツンツンとか、ツン、ツルルンとか、あ、これツルルンは直線じゃないか。でもここにちょっとこう、時間を置くと直線っぽく見えるよね。そんな感じで表現することがあるよね。今回の、私文書もこんな感じだよね。で書かれてるので、んのバリエーション。この斜めをちょっとこう、いろいろな角度にするだけでいいかな。あとは、もう一個ぐらいいく？これさっきのなのこれになっちゃうけど。もう一つぐらいいくとしたら、私はこの、何？私はなんだ？ん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 ？そうか。今回、ながいっぱいあるのか。じゃあ何しよう。ながいっぱいあって、なって、ここの第2画目を、こう、もっとした？何？第2画目を、こっちにすると、まあ、かぶさるようななになる。四角っぽいなになるよね。それから、第2画目を斜めにしてあげると、ちょっとこう、三角形の感じのような感じになるよね。だからこの第2画目を、どの位置に、で、斜めか縦かによっても全然変わる。それからもう一つ、さっきの点もそうだけれども、この結びを上にこう持って上がったり、横に持っていったりするのにも変わるよね。なはいろんなバリエーションがあるよね。まあ、ここの縦横、あと点の位置、それから、結びの形なども、ちょっと変えてもらうといいかな。そんな感じかな、という感じ。